皆さん、こんにちは。元乃木坂46のメンバーである大和里奈さん。乃木坂46を卒業してしまいましたが、現在はどこで何をしているのでしょうか。今回は、大和里奈さんの引退理由と現在について、まとめてご紹介していこうと思います。まずは大和里奈さんのプロフィールと経歴からご紹介していきます。名前、大和里奈、生年月日。1994年12月14日出身宮城県血液型O 型身長162センチメートル2014年12月16日乃木坂46の公式サイトにて大和里奈契約終了のお知らせが掲載されました。大和里奈さんは1994年12月14日生まれ、小学校4年の時からアイドルになりたい夢を叶えるため、地元である仙台で SOS モデルエージェンシー、現在はモラドカンパニーに所属し、アイドルグループスプラッシュでリーダーを務めます。13歳から14歳まで、仙台 89ERS ブースターユニット、キャンディガールで活躍します。16歳の時に、乃木坂46の第1期メンバーオーディションで合格します。この時、応募総数は 38,934 人、わずか36名が選出。驚異の倍率で大和里奈さんは選ばれたのですね。その後、暫定選抜に選ばれます。20歳の時、夏のフリー&イージーで初の選抜メンバー入りを果たします。しかし同年10月に未成年飲酒疑惑が報じられ、12月15日付で乃木坂46の活動を終了しました。大和里奈さんが乃木坂46合同会社を解雇された理由については大きく分けて2つあると言われています。1つ目、未成年飲酒疑惑。2014年5月当時未成年であった大和里奈さんが深夜、六本木の芸能人御用達バーに慣れた様子で通う姿が週刊誌に載りました。その後、大和里奈さんは公式ブログで、私の軽率な行動でたくさんの迷惑と心配をかけてしまい、本当に本当に申し訳ありませんでしたと謝罪しました。しかし謝罪する前日も六本木のバーで飲酒していたことが発覚します。熱愛報道。同年11月にはネバーギブアップの岡田貴人さんとの関係が報道されます。二人の抱擁する写真やお揃いのスマホケースを使用しているかのような匂わせ写真などが公にされました。岡田貴人さんは当時無名に近いアイドルでしたから、皮肉にもこれを機に名前が知れ渡り、それなりに宣伝効果はあったようです。しかしこの時点では大和里奈さんに対して運営サイドからはお咎めなしでした。その後、大和里奈さんはアンダーライブセカンドシーズンファイナルやメリークリスマスショー2014を休演します。そして2014年12月公式サイトにて大和里奈さんの乃木坂46合同会社との契約終了、乃木坂46の活動終了が正式に発表されました。この年、紅白歌合戦の出場枠に乃木坂46の名前はありませんでした。ファンからは大和里奈さんの軽率な行動を非難する声が上がりましたが、当時乃木坂46の他のメンバー、松村さゆりさん、畠中聖羅さんも週刊誌のネタにされていたため、紅白内定取り消しの原因については一概には言えません。余談ですが、2022年3月をもってネバーギブアップは解散されました。その後の岡田貴人さんについては分かっておりません。解雇とはいえ、1年くらいはほとぼりが冷めるまで自粛するのが業界の暗黙のルールらしいですが、大和里奈さんはそれに従い2015年に別の芸能事務所プロマージュに移籍しました。そして初のソロシングル桜をリリース、 Twitter も開設します。順調にアイドルとして復帰し始めましたが、 Twitter 上で8マンモデルプロダクションの宣伝がきっかけとなり、トラブルが発生しました。
2年前まで芸能人だった女の子が今日 AV デビュー作の撮影に挑んでいます。2年前大和里奈さんかなどと騒ぎになりました。大和里奈さんの公式サイトでは一部ネットで噂されているビデオ出演に関して一切ございませんと全面否定。しかしあまりにも声が止まなかったため、 AV 出ないと何度言えばわかるかなと大和里奈さんもこれにはご立腹のようでした。高橋優也さん暴行事件。2017年9月、交際相手の男性から暴行を受けていると女性が交番に駆け込んできました。その女性が大和里奈さんだったのです。交際相手が前科のある高橋優也さん、三田佳子さんの次男であったため、警察も動きました。以前にもひどい暴行を受け、肋骨あばら骨を強打したことがあったと大和里奈さんは身の危険を感じ助けを求めました。この事件がきっかけで大和里奈さんと高橋優也さんが不倫されていることが世間に知れ渡ります。そして2017年8月、この暴行事件の起きる前に大和里奈さんはプロマージュを退社されていたことが分かりました。大和里奈さんはほとんど世間に知られることなく芸能界を引退されていたのです。その後大和里奈さんは高橋優也さんとよりを戻して不倫関係が続いておりました。一説には大和里奈さんはお小遣い目当てじゃないのかと言われており、車代だけで3万円ももらっていたとか。そんな中高橋優也さんが逮捕されます。4回目です。この逮捕劇には大和里奈さんがまた関係していたそうです。2018年9月、とある焼肉店で高橋優也さんが女性と口論の末、その女性の携帯を破壊したため110番通報。警察は挙動不審な高橋優也さんの身柄を確保し、尿検査を行ったところ、覚醒剤による陽性反応が出たため逮捕しました。その女性が大和里奈さんではないかと言われています。高橋優也さんにはすでに妻子がいましたから、大和里奈さんのような年代から見るとパパ活のようなノリであってもおかしくはありませんが、2019年10月に大和里奈さんと高橋優也さんとの間に第一子が誕生されています。高橋優也さんは同年の2月、正式に元妻と離婚されていたようですが、大和里奈さんの方はご家族から結婚を反対され、子供は諦めなさいと言われてたそうです。なので正式に結婚をされたという話は出ていないようですが、高橋優也さんが大和里奈さんの父親に対して恐喝するラインを送り逮捕される事件がありました。大和里奈さんと高橋優也さんのお子さんは高橋優也さんのご両親が支援されているのではないかと言われております。乃木坂46時代の PV 大和里奈×佐藤哲也を見ると、デビュー前の大和里奈さんが母親に電話されているシーンを見ることができます。大和里奈さんは涙を流しながら母親に、毎日が自分との戦いなの、こっちに来たらまだ結果は出せないかもしれないけど、できることは毎日積み重ねていくから、これからも温かく見守っていてくださいと伝えています。乃木坂46のレッスンはとても厳しく、まだ10代の少女にとっては過酷だったのでしょう。そして週刊誌で記事を書かれた時期、仲の良かった伊藤寧々さんが別の道に進むため卒業されています。寂しい時期でもあったのでしょう。デビュー前に成長して皆さんに夢や笑顔をあげられるような太陽のような存在になりたいと目標を持っていた大和里奈さん。乃木坂46の活動を終了するとき、大和里奈さんは公式ブログで、私は皆さんに夢と元気を少しでもあげれたのかなと綴っていました。シングル桜はとても可愛らしい歌声です。アイドルとしての素質を持ち、周囲に期待されていた大和里奈さん、もう少し強くいられたらと残念です。今は母となってお子さんと穏やかに過ごされていることを願います。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。